あ、いいですね。最高に美味しいステーキ。どうも、よいさん、リオです。今回は僕多分この食材使うの初めてじゃないかな。ササミ。ササミって皆さんどうやって食べてますか。うがいで食べる方もいらっしゃれば、いろいろな食べ方されると思うんですけども、ササミを最高にプリプリにするですね、めちゃくちゃうまいササミのステーキ、この間考えついちゃいましたんで、ササミの一番美味しい食べ方といっても過言ではないと思います。これを今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料はね、鶏ささみで、これ4本ね、大体ね 250g ぐらい、4本で、で、バターで 10g ね。あとは概要欄に調味料書いてあります。あと添え物にベビーリーフとかなんかあのサラダ系があるといいです。はい、ということで、まあ、今日は元気をね、出していかないといけないと。なので元気が出るね、印象していきたいと思います。グラスに氷を入れていきます。最後はアルシューマシン1号。対戦相手を呼びたいと思います。モハメド・タス最強決定戦、よろしくお願いします。あー、最高だね。じゃあ戦います。まずね、このささみをね、並べていきます。こうやってささみもね、ものによってね、全然太さが違うんですけども、まあそれはそれとして、よくささみって外す方法が結構あるんですけども、今回ね、外さなくていいです。歯がものすごい悪い方とかはもちろん外した方がいいんですけども、外さなくていい。なぜかというと、このささみの筋のコリコリもめちゃくちゃうまいからです。そんなに気にならない。このまま焼いてもね、なかなか柔らかくならないんですよ。なので、こうします。こんな感じ。ささみってね、すごく肉質が、この繊維がね、結構ね、伸ばしやすい繊維してるんで、このね、酒瓶で叩くとね、すっごいこんなぺったんこになるんですよ。ほら、見て、見てこれ。これがね、非常に重要。ここにね、塩コショウしていきます。パラパラッと。していきます。軽くね。そしてね、クッキングフラワーってね、俺全然知らなかったんだけど、これね、振るとね、薄力粉はね、こうやってサラサラになって出てくるの知ってた？みんな、これ昔こんなんなかったんだよね。まぶつじゃないですか。薄力粉っていうのはパリッと香ばしい香りを出してくれると、他に肉をね、あの、保水して柔らかくするっていう効果があるんで、このね、ささみはね、全くパサつかない。そしたらもう片面にも軽くですよ、軽く塩コショウ、ここでいっぱいつけちゃうとしょっぱくなっちゃうね。ほんと軽くでいいです。はい、軽くで、そしてまあ、あの、まんべんなくない感じで、はい、じゃあこんな感じですね。で、もうね、焼いていきます。これでね、これ焼いたらすぐ取り出しちゃうんで、お皿用意しといた方がいいですもん。なければないでいいんだけど、あの、ベビーリーフね、買ってきたんで添えてあげると。今回ステーキなんでね、こんな感じですね。はい、で、これ皿用意しといてください。で、焼くときはちょっと最初強火で、バター落とします。でね、これはね、薄く切って叩いてありますんで、結構ね、火の通る速度早いです。で、じゅわ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 いってきたら、もう、焼けますような合図なんで、ここにささみ置いていきます。これぐらいのフライパンになったんで、4つ全部いい感じに焼けます。で、最初は強火でいいんですけども、中火に落としてください。肉焼き始めたらね、すぐね、焦げ目ついてきますからね。あの薄力粉ってね、結構ね、焦げ目もつく役割を果たしてるんです。あ、いいですね、いい焼き色つきましたよ。ほら、見てください、すぐ焼き色つきますから、こんな、ほら、これ、この美味しそうでしょ、このパリッと焼けた。でも全体的に火が通ったなーっていう感じだったら、あんま焼きすぎない。はい、もうひっくり返して、1、2分ね、もう取り出します。で、あとでこれだけ薄いんで、余熱でね、火が通ってくるんで、もう持っていきます。もう僕の盛り方もこんなね、すっごい柔らかいの、いい感じで、いいジャンプで盛りましょう。で、余ったところでね、バター、まあ、10g ないし、まあ、6、7g ぐらいです。あんまりあるとね、まあ、こってりが好きな方は 10g 入れてもいいんですけども、ここに、お酒、本来はね、白ワインとか入れるんですけども、まあ、ご家庭に白ワインあんまないと思うんで、大さじ1半いきます。で、コンソメ小さじね、3分の1、
これでちょっと旨味をつけていく。でレモン汁、今回はね、小さじ1のレモンコンク入れます。で、火加減はそんなに強くなくていいです。はい、これ煮詰めるとめちゃめちゃ美味しいね、日本酒で作るレモンバターソースになります。でふつ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 と、でこいつを最終的にこのね鶏肉に、これだけでね最高に美味しいステーキ。まあね酸味多分ね十分だと思うんですけど、一応ちょっと飾りでレモンをちょっと添えて、最後にねじゃあちょっと黒胡椒だけ、まあ、これ好みでいいです。はい、好みでいいね。シュッ パラパラっと黒胡椒ね。はい、ということで鶏ささみのステーキ完成でございます。それではできました。いただきます。いただきます。俺ね、これ超自信なんだよね。ステーキだからナイフフォークいると思うでしょ。いりませんから、箸で食えますから。なぜならバリ柔らかいから。ステーキだけど箸でいただきますよ。いただきます。俺ね、これほんと最高傑作だと思うの。ちょっとレモン絞って、先っぽじゃないお尻の部分はね、ちょっと筋は少しねコリッとしたのは感じますけど、でも全然噛み切れます。これほんと最高にうまいと思う。じゃあちょっとモハメド立つ。はい、いただきます。はい、箸で食いっか。箸で、うん、柔らかっ。柔らかいでしょ。びっくりするでしょ。うまっ。簡単な工程なのにこんなうまいんすか。俺もねちょっとよくわかんないんだこれね、なんでこんな柔らかいのか。超うまい。これうまいんだよ。めちゃくちゃうまいし柔らかいし、うまいしょ。叩いてやると豚肉の生姜焼きの薄切りみたいな感じで使えるから、何にでも使える。っていうか豚肉より全然柔らかいと思った。でびっくりした。びっくりするよ。ささみってなんか火通しすぎるとパサついたりとかしたりするんだけど、叩いてさっと焼くとめちゃ柔らかい。めっちゃ柔らかい。ソースはもうお好みでもいい。分かってもらえてありがとうございます。だから撮影にも分かる。わかります。うまいね。ということですね、ささみのステーキどうでしたでしょうか。食べたら皆さん絶対びっくりすると思う。ささみってこんな柔らかくてジューシーなんだっていうふうに思うと思いますんで、ぜひ酒瓶じゃなかったらまな板とかでもいいんですけども、潰して繊維質をほぐして焼くっていうのが非常に大事なんで、皆さんやってみてください。じゃあもう俺最近さ、なんでハイボール飲まなかったかっていうとさ、ハイボールすげえ酔いもあんだよね最近思ったのが。なんかさ、ハイボールとさ、チューハイさ、同じ度数で作って、あ、同じ分量で作ってるからさ、チューハイのは酔わないね。でもハイボール飲むとボリボリ酔うね、もうね。この原因は一つです。あの、ワンプッシュ半が多分濃いんだと思う。だから1プッシュでよかったね。